3月25日デビュー、愛知県岡崎市出身の兄弟、加藤邦彦高道、狩人19歳と16歳、あずさ2号です。明日私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった。春まだ浅い信濃路へ、行く先々で思い出すのはあなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまで経ってもとても言えそうに私にとって、あなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどの梓2号で、私はあなただ。